コール募集に戻ってきましたね。はい、なんとか、まあ、後半戦スタートで、再び的なんですけど、はい、どんなレースにしたいですか。そうですね、シーズン初めからずっと言ってますけど、まあ、とにかく最初から全力で、ぶち切れるようなレースをしたいとは思ってるんですけど、なかなかやっぱ全日本選手の、レベルも高いところもあって、それが許されない感じですね。で、予選自体も予選の途中ではこれちょっと厳しいかなって思うぐらいちょっと最後ペースが上がらなくて、まあ、他の選手のちょっとしたミスだったり、まあ、自分もうまくまとめられてなんとかポールは取ることができましたけど、まあ、明日の決勝に向けて結構厳しそうだなっていうのは、まあ、正直なところですね。その中で勝負どころというか見つけられてますか。まあ、毎回セッション始まって自分一番先にコースに出てて1周目からもう本当全開で常に走ってるんで、決勝も毎回同じ気持ちで走ってて、だ自分のやっぱ強みっていうのはやっぱレース序盤のペースアップのところだと思うん でそこから上がりきったところでやっぱみんな同じかもしくは周りの選手の方が速い時があるんで、まあ、なるべく最初のアドバンテージを築いてさらにその後も厳しいながらも高いアベレージをキープして、まあ、それでも前回の茂木のようについてこられて混戦になってしまったらその時に考えます。まあもちろんね、今季3勝目を狙って、はい、走るしかないですね。そうですね、そういう意味では、まあ、一番近いところからのスタートになるんで、まあ、チームとしてもチャンピオンシップに向けても大事な一戦になると思うんで大事に優勝を狙っていきたいと思います。